新潟市の石本酒造が新成人およそ3000人に日本酒を送ったことをおととい中原市長に報告しました送られたのは20歳の春を祝う成人式仕様の古紙の完売で同封された家族のイラストなどが描かれた10枚のラベルからお酒を組み交わしたい人を選んでボトルに貼ることができます